さあ始まりました、カッサンチャンネル。今日は NSR250 のですね、ここです。キャリパーの OH をしようと思っております。ちょっとこの前回ですね、レーサーレプリカミーティングいた時にこうタイヤを回したらですね、タイヤが回らなかったんです。もしかしたらピストンがちょっと動きが渋くなってるか、もしくはローターが歪んでるか、どっちか。とりあえずまずピストンの OH からやっていこうということになってます。まずはですね、ここを緩めて、パッドを外したいと思います。残数もね、その時に確認します。もういきなり硬いんですけど、硬いね、すごい硬いね。もっと大きいのやつドライバーいるのかな。うん、さっきた、このマイナスドライバー良かったですね。めっちゃでかい。これはだからあれか、蓋みたいなもんやな。六角かな、六角でこれ開けなあかんかもしれんね。うん、六角っすね。こうやから、はい、できました。これがパッドの中に入ってるんですね。これがだから、ここはあれですね、心配することなかったです。これパカッと外れましたね。こういう向きでこう入ってましたね。でここがここに噛んでるってことですね。うん、だからこれは別にカパッてついてるだけなの、気にしなくていいですね。はい、向きね、こうですね、はい。で今度これ外します。これね、これ押さえてるんですよね、パッと。この向きです、この向きです。大丈夫ですね。でパッドは外れるはずです。これ引っ掛けて、そうそう、こんな感じ、こうですね。危ない。はい、抜きました。片方が抜けたら片方もいけんじゃん。はい、そうですね、片方抜けたらこんな感じですね。ああ、パッドの山はありますね、全然。パッドの山は全然あるんだ、これ使えますね。ほら見てください、このブレーキがもうほら、こうやって、でここをバンドで今から縛ります。縛ってたらですね、上から液がですね、ここでストップされて上から落ちてこなくなるんで、作業がしやすくなるという、ブレーキフルードが一応止まるんですよね。で、ここですね、ここをちょっと先に緩めといて、サポートがある間に。で緩めてちょっと緩くしといて、でこのこう外して本体から外すという流れでいってみたいと思います。普通もうこうやと思う、なってる思うけどな。舐めたら嫌やな、こんな。でも行こうか、怖いけど。失敗を恐れたら何もできません。行こう、よし、はい、行きました、行きました。緩まりました。ちょっとにじんでますけどね。よいしょ、そんな硬くないですか。
で、そんな硬くないですね。もうちょっともうちょっと起きた。はい、教室掴んでよ。でこれが、同和車、これはまあ交換ですね。おお、やっぱすごい。ここをほらブレーキで握ってるから全然心配してたブレーキフルードが一切出てこない。すげえ。一応工具があるとはいえ、でここにほら溜まってるでしょ。これをまず捨てなダメです。捨てよう。ブレーキをですね外さないと明日のジャグリングショップの店開けるときにこれ動かせないので、これをですねもう取って、これを取って液をあらかたちょっと出したいと思います。上からやったら出るみたいですね。だからほんまは上のなんやろ、キャップを外して液とかをスポイドで吸っといて少なくしとくっていうのもありですよね。とりあえずもう液はある程度出しといた方が、このようにしてですねある程度ブレーキから出しておきました。じゃあ逆側もいきましょう、はい、ということで、キャリパーを両方摘出いたしました。あ、ピストンの方は全然出てませんね。ここでまあ以前買ったピストンを取り出す、器具があるのでそれでやろうとは思うんですけども、にぎにぎしてもうちょっとピストンを出しておけばよかったなと今ちょっと後悔しています。多分ですね、構造から言いますと、こことこことここ4つ外したらこれがパカッて割れるはずなんですね。パカッと割れたら多分工具が入るんであれがね取れると思うんですけど、今とりあえずキャリパー外したんで、フロントの今こうやってちょっと移動させようかなと思って動かしたんですよ。むっちゃ軽いんですよむっちゃ軽い、うん、だからやっぱりピストンの固着やったかもしれないですね。その可能性ありますよ。これピストンの動きがしっかりちゃんとなったらもしかしたらローター変えなくてもいいかもしれないですね。全然動きが違うもんな。こことかもうちょっと傷が入ってるとか、ローターになんでだろうみたいな割にするかも。でも対向砲ポットやからさ、こっから空気ビュって入れたらさ、クオーって出てくるんじゃないの。できることなんてあるんかな。さあ、それではエアコンプレッサーで勝負かけたいと思います。あ、出てきてる出てきてるけど密着させたいねんけどな。うん、出てきてる出てきてる。粉の状になって俺めっちゃ体にめっちゃ悪そう。うわすっげえ死にそう。こう人体にめっちゃ悪いですねこれ。このやり方でも結構ちょっと出てきてるんです。本気でやったら片方だけ出てきました。ここだ。僕の見解なんですけど、まあ一個これ抜いたじゃないですかね。でまあこれ分割するんですけど、キャリパーサポートについた状態でここを緩めとけばよかったんですよね。うん、で分割してこのまあ専用工具で取るということですね。まあ、何個か取れてる方がね楽なんで、この作業は別に良かったなと。はい、絶対1個しか出てこないですよね、なぜか。おお、こっちは取れてくれましたね片方。じゃあこのキャリパーを分割していきます。さっきやったんですけどね、回りましたね。
どういうこと？さっきもあったのに。これもあった。回るやつと回らんやつがある。怖いな。よし。N5 でやっぱり一回経験してるんで、大きさは違うだけやけど基本は一緒ですからね、うん、まさか僕がバイクの整備で4ポット対向キャリパーピストンをオーバーホールする日が来るなんて。はい、分かりました。こんな感じですね。で、これで作業環境が整ったんで、これですね。これで掴んで回していきます。確かに動き渋いですね。来た来た来た、こういうやり方やん。はい、取れました。ちょっとね、表面に傷つけたからな。こういうところね。こういうところに傷つけたらダメなんですよ。ちょっと、まあでも大丈夫か。はい、取れました。かなり動き渋かったっすね。来た。これ硬いってことはやりがいあるよな。よし来た。すっごい動き悪かったよ。まあセットするじゃないですか。なら思いっきりこうテンションかけておくんですよ。思いっきりこうやって、よいしょ。ああできた。ああ握力が。ではですね、シールを取っていきたいんですけども、N5 の時にも使ったこのツールを使います。オーリングピックセットっていう、まあ、こうピックアップするようなツールになってます。で、これのこういうこうちょっとこうなんていうのかな、横がキュイってなってるやつですか。このキュイってやってるやつを、まあ、何でもいいんですけど僕はこれが好きで使っています。こういう風にしてセットして、でこれの中に N5 と一緒なら2段入ってるはずなんですよ。1個かな、ちょっと見てみますね。まあ再利用する気ないんで、こういうことです。はい、まずこれ1個。このね、わかるかな、この上段とその1段目と2段目にねこう溝が切ってあって、その溝にこれが貼り付いてるんですよ。でそのシールがあることでその、ブレーキからの、あでもシールそんな弾力性もあるし大丈夫ちゃうかな。いやまあ気持ち悪いか取っとこうか。この弾力がね、なんかもうガビガビで全然使われへんみたいな感じやったら変える意味もあるんですけどね。でもまあこういうのは気持ち悪いんで変えといた方がまあいいとされております。
格なんでね。ちょっと待ってください。結構硬い、うん、これ硬かったな。でもまあまあ弾力あるな。あ、でもどうでしょうね。下が太い、下が太いね。下が太くて上が細い、それ覚えとこう。下が細くて上が細い。もうサクサク、もうたこ焼き回してるみたいな感じですね。たこ焼きを大きい方の上は細いんですよ。で下は太いんですよね。2段目奥は太いっていう法則がね。後ろのちっちゃい方も上が細いで下は太いと。なんか使い回しできそうやけどな。叩かれるやろな、これ使い回したら。弾力性もあるし、気づきすぎるな。シェイクダウンさんに聞いてみようかな。はい、これで、本日の作業は終わりになります。ちょっと本日のまとめしますね。筒がありまして、その中の上と下、上と下、だから合計、片方だけで 1,2,3,4,5,6,7,8 枚、8枚と8枚で16枚。シールが入っております。すごいでしょこれ。奥の下が太くてその上に細いのが、細いのが下が太い。これが16枚も入ってるね。ホーポット対抗型で、パッドこれをですね押さえるとね、4人で、押さえていくっていうことなんで、はい。フロントのディスクが2枚あるから精度を考えると本当にすごいことですよね。普通のやつは例えばディスク1枚に片押しの2ポットとか、そう考えたら何歩ぐらいこの制動力があるのかっていうことなんですけど、まあこうやって見てもらったら分かるようにすげえ汚れてるんで、はい。まあそのパッドの動きがこういうところがまあ渋くて汚れで、まあ結局制動ピストンのね出と戻りがきっちり、なされてなかったということで、これが改善されてフロントのタイヤがくるくるくるって回るようになったら、これは、まあ、ピストンが悪かったってことなんですね。これでも直らなかったら今度は、まあ、ディスクを、まあ、見るっていうことになります。まあある意味この、T2 レーシングさんではですねやってなかったわけです。ブレーキはカスさんがもうそこはもう僕お金ないんで自分でやりますって言ったんで、 T2 さんはもうこれつけただけなんですよ。もともとあったヤフオクで買ったやつを、だからヤフオクの取引した状態のままでストップしてたんで、まあそこがね、まあ、引き金になって、まあこういう結果なんですけども、いい勉強に、これからしていきます。パート2はですね洗浄、シール入れ替えで組み付け、動作チェック、また、パート2もお楽しみください。カスさんチャンネル、時間はもう今夜中の1時を回っております。バイクでもやめれないんですよね。楽しい。